グラキリケラトップスは白亜紀後期に現在のモンゴルに生息したツノリュウ類恐竜の属の一つである。2000年に古生物学者ポールセレノにより初めて記載された。部分的な骨格のみが発見されている。タイプ種はグレイソライセラタップスマンゴリーンススである。グラキリケラトップスはツノリュウ類に属しており、このグループは約6600万年前に終了した。 白亜紀に、北、アメリカ及びアジアに生息したオウムのようなクチバシを持つ草食恐竜である。すべてのツノ竜類は白亜紀末に絶滅している。グラキリケラトップスは他のすべてのツノ竜類同様に草食であった。白亜紀には、騎士植物は生息地が限られており、これらの恐竜はこの時代に主流であったシダ類、ソテツ類、新葉樹を食べていた可能性が高い。 その竜類の鋭いくちばしはこれらの歯を噛みちぎるのに使用されていた。グラキリケラトップスは幼体に基づいており、体長8 0トル、体高4 0トルで、生体ではおそらく体長2メートルほどだったと推定される。講師からは、環境内で素早く移動することができたことが明らかである。ありがとうございます。